皆さんこんにちは。ポケットモンスターソード、ポケットモンスターシールドのディレクターを務めているゲームフリークの大森です。プロジェクトに専念するためゲームズコムには参加できませんでしたが、本作の発売を楽しみにされているファンの方々に向けてガラル地方の街を少しお見せします。ここはガラル地方で訪れることになる街の一つです。今映っている建物がポケモン研究所です。マグノリア博士がダイマックスについての研究をしています。この街には駅もあります。以前ガラル地方のポケモンであるアーマーガーが町から町へ人を運ぶ空飛ぶタクシーについてご紹介しましたが、ガラル地方の移動手段はそれだけではありません。このような駅がガラル地方の各地に存在し、通勤や旅行の際の交通手段として様々な人に利用されています。ガラル地方のポケモンセンターはこのような外観になっています。他の地方とは少し異なりますが、シリーズに慣れ親しんだファンの方ならすぐにポケモンセンターだと分かるデザインになっています。他にも新鮮な食材が並ぶお店やブティックがあります。ブティックはいろいろな街にありますので、立ち寄って最新のファッションをチェックしてみてください。ガラル地方では人とポケモンが手を取り合って産業を発展させてきました。街中でも仲良く暮らしている様子が見られます。今回ご紹介した街以外にもガラル地方には美しい自然に満ち溢れたエリアがたくさんあり、皆さんを待っています。いかがでしたでしょうか。本作は任天堂スイッチ向けに11月15日に発売されます。皆さん楽しみにしていてください。それでは。